ドルーリー守衛佐と楽しかった17人抜き陸上ニューヒロインは中学生。陸上全国都道府県対抗女子駅伝15日たけびしスタジアム京都発着。陸上界に新たなヒロイン候補が登場した。岡山の中学3年ドルーリー守衛里守衛里15イコール津山鶴山中イコール派3区3キロで38位から17人抜きの快走を披露し、9分2秒で区間新記録をマーク。昨春から覚醒した新星が初出場の大舞台で強烈なインパクトを残した。天候曇り、気温13.8度、湿度 55%、無風イコールスタート時。15歳の走りに都大路の沿道が目を奪われた。岡山の3区ドルーリー守衛里だ。中学2、3年が対象の3キロ区間でタスキを受けた時は38位だった。一つでも順位を上げてチームに貢献して勢いづける走りをしたかった。ピンク色のユニフォームを着た身長157センチが大きなストライドで次々に選手をかわした。レース前から狙いを定めていた区間記録は2013年の高松もチムセンビ大阪薫英女学院中、19年の南日向葛飾中の9分10秒を8秒更新し、21位でタスキをつないだ。09年の兵庫小林優里子、トヨタ自動織機らの29人という伝説的なごぼう抜き記録には届かなかったが、堂々の17人抜き。3キロを爆走した直後、NHK のテレビインタビューに愛くるしい笑顔で応じた。チームが18位に終わったレース後は、8分台を出したかったんですが、区間新は自信になるし、初めての大きな駅伝だったので楽しかったです。と、ハキハキとした受け答えだった。走るのが好きだったと小学4年から競技を始めた。当初は短距離中心だったが、地域のリレーマラソンで中長距離の適性を見出された。小学6年時には県大会の800メートルで優勝した。中学の陸上部で今年度は女子3人、男子9人の小さな所帯だが、男女通じての主将を務めている。昨年大会はメンバー入りを目指したが、貧血による体調不良から出場できなかった。その後、食事改善するなどの取り組みで飛躍した。昨年8月の全日本中学選手権の女子1500メートルを4分23秒79の吉見記録で制し、同10月の U16 大会では女子1000メートルで2分45秒84の大会記録をマークした。現在は400メートルから3000メートルまでオールラウンドに出場している。1000メートル、1500メートル、3000メートルの日本記録保持者田中喜実、トヨタ自動織機を目標に、今春からは高校に進学。まずはインターハイに出て、今は集中して全力で頑張りたいです。着実に快走を続けた先に、ニューヒロインの視界には五輪や世界陸上などの大きなステージが見えてくる。武田、泰淳。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。